保健室のナース中学2年の夏に校庭で全校集会があったその日は朝から体調が優れなくてさっさと座りたかったんだが校長のクソつまらない話が10分20分経っても終わらないだんだんと気持ち悪くなってきてついに限界が来たのか俺はめまいがしてしゃがみ込んでしまった すぐに先生が気づいて保健室に連れてってくれてベッドに横になれた担任の先生と保健室の先生はまあ貧血だろうゆっくり寝とけって感じですぐ部屋から出ていき俺一人によく全校集会で倒れて保健室行くやついるけどまさか俺がこうなるなんてななんて思いながら特に眠くもなかったんで ベッドでぼーっとしてたらふと保健室の扉から気配を感じた扉を見てみるとなんと扉の小窓越しにめちゃくちゃ美人なナースが立っててニコニコしながらこっちを見てた「うおー超美人だやべえ!」と興奮してたらニコニコしながら部屋に入ってきたんだよ 普通に考えたら学校にナースがいる時点でおかしいと思うんだろうけど、興奮しすぎてそんなことをみじんも考えなかった。ナースはニコニコしながらゆっくりとこっちへ近づいてきた。俺の寝てるベッドの横まで来たが、相変わらずニコニコしてるだけで何も言わないし、ずっと立ったまま俺のことを見てる。とりあえずよくわからないけど、 俺もニコッとえしゃくするすると突然ナースは俺の上にまたがってきた今思えばこんなのありえないしおかしいんだけどなナースはまたがったままニコニコしてるし俺も大興奮してニコニコしてるだが次の瞬間ナースの顔は般若のようなおぞましい形相に変わり両手で俺の首を思いっきり締めてきた。 むちゃくちゃ苦しくて、ナースの手首を掴んで思いっきり引き離そうとしたが、ものすごい力で全く動かない。それどころか、ナースはさらに体重を乗せて完全に殺す気で締めてきた。俺の目は上を向きながら痙攣し、だんだん意識が薄れてきて、もうダメだ、死ぬ、と思ったその時、先生の声が廊下から聞こえてきた。すると、 ナースは突然目の前から跡形もなく消えた俺が激しく咳き込んでると先生が入ってきて「あれ風邪だった?」なんてのんきなことを言ってる俺は涙べで震えながら先生に全部話した「先生は風邪のせいで幻覚でも見たんだろ」う。 健康診断の日じゃないからナースがいるわけがない。と、全然相手にしてくれなかった。でも、あれは絶対に夢や幻覚なんかじゃない。俺の手のひらにうっすら豆ができてたし。その日以来、一切見てないけど、一体何だったんだろう。 遊ぼうこれは僕が小学生の時に体験した怖い話です当時学校が終わると一旦家に帰ってまた学校に来て運転や鉄棒などで友達と遊んでいましたある日何回逆上がりができるかで友達と勝負になり夢中になってしまい気づいたら夜八時を回ってしまったことがあります 鉄棒があるのは旧校舎の小さな運動場で、その隣には体育館があり、ちょうど鉄棒のあるところから直進したところには体育館と連結する体育館倉庫がありました。その連結する廊下には夜になるとヤンキーの中学生のお姉さんがタバコを吸いに来ると有名でした。夜8時を回り、 一向に勝負がつかないので友達は「カズくんの勝ちでいいよ」と言って帰ってしまいました僕はそれでも納得がいかずあと30分練習するつもりでずっと逆上がりの練習をしていました回転する途中ぶら下がった状態でふと倉庫の前の廊下を見ると中学生のお姉さんが見えました 地面に着地して、もう一度よく見ると、お姉さんは一人らしく、倉庫のドアの前で倒れ込んでいます。僕は心配になって、ちょっと怖かったけど、声をかけました。しかし、気を失っているらしく、返事がありません。うん、どうしようか、と思っていると、倉庫の中で、<laughs> と、 女の子の声が聞かれたような気がしました。倉庫に目をやると、さっきまでは気づかなかったけど、ドアが少しだけ開いていました。誰かいるの返事がありません。勇気を振り絞って中に入りました。中は真っ暗なのですが、 ドアを開けた状態だと体育館の非常用出口という緑のランプがあるため少しだけ見えます。倉庫の中にはバスケットボールのカゴやマットなどがあります。ですが探しても誰もいません。諦めて帰ろうとしたその時、急にドアが閉まりました。僕は慌ててドアを力いっぱい開こうともがいているとドアの隙間から 中学生のお姉さんが恐ろしい目つきでこちらを睨みつけました。僕はびっくりして転んで一瞬ほうけていると背後から、遊ぼうと誰かに囁かれました。幼い少女の腕でしょうか。僕の首を思いっきり締めてきて息ができなくなりました。 僕は力いっぱいその謎の少女の髪の毛を引っ張ると、ブチブチブチと息ちぎれ、へいと少女は規制を上げました。少女の手が緩んだため、僕はドアの方へ行き、思いっきり開くと、今度は開きました。早く家に帰ろうと思い、焦っていると、中学生のお姉さんが突然肩を掴み、どうして遊んでくれないの お姉さんは不気味に微笑み、目から血を流していました。僕は掴んでいる手を振り切り、全力疾走で家に帰りました。家に着いたら夜10時を超えていて、親に叱られました。風呂に入れと言われ、脱衣所で服を脱いでいました。その時、ポケットに膨らみがあることに気づきました。 手を入れて中のものを出すとそれはおびただしいほどの女性の長い髪の毛でしたそういえばこの学校には昔体育館で死んだ少女の霊が出るという噂があるそうです今でも体育館の掃除中モップに大量の長い少女の髪の毛が絡まっていることがあるらしい今思うと お姉さんの目はどこか寂しそうでした願い小学生の時同級生に佐々木というやつがいたそいつは少年野球団でバリバリやっていたこともあって野球がすごいうまく 放課後の遊びの野球の際には毎度毎度両チームの間で取り合いになるほどまた佐々木自身も野球に熱心だったらしくみんなが帰った後も一人校庭に残って壁当てをしていたある日俺は母親が仕事から帰ってくるのが遅くなると聞いていたので校庭に残っていた鍵は持ってたけど家に帰っても一人は怖かったから 俺が言おうとお構いなしに黙々と壁当てを続ける佐々木。少したった頃壁当てをしながら話しかけてきた。お前どうしたの帰らんの俺は正直な理由を言うことをためらったが、こいつは別に他人を笑うやつでもないのかなと思い、やっぱり正直に答えた。 今日、お母さんが帰るの遅いんよ。一人で家にいるのって怖いし。すると、佐々木は。ああ、わかる。俺もよくあるよ。家にいて怖いとき、寝るときなんて電気消すの嫌で粘るくらいだから、母ちゃんが早く電気消せって怒鳴るのよ。と、笑いながら答えた。 同じクラスにいてもあまり話したことがなかったが意外に話しやすい人だなぁと実感その後、しばらく話に花が咲いたそうこうしているうちに6時半手前くらいの時間に俺と佐々木は道具を持って校庭を出た好きなプロ野球選手の話などをしながらチャリがある場所まで来た時に 佐々木が青ざめた顔でこっちを見て言った鍵運動場に忘れてきた辺りは真っ暗それでいて残っている小学生2人は怖がりこの状況はもうどうしようもないとりあえず俺は佐々木と一緒に校庭に戻ろうと提案して法を進めた 校庭の端まで来て、さあ鍵を探しに行こうとしたその時、俺と佐々木は校庭の真ん中に何かがうごめいているのを見つけた。遠目で見た感じ、人型のものではない。犬とか猫みたいな、そういう生き物かな、と思い、校庭をどんどん進んでいく。そいつが見える場所まで近づいていく時に気づいてしまった。 そいつはこちらにケツを向けている状態の雲だしかも大きさが人間くらいある程度知識があるならばその時点で大きい雲怖いと逃げ出すだろうが当時は小学生好奇心が勝ってしまい俺らはその雲に慎重に近づいていった一歩また一歩と近づいていくと突然そいつがこっちを振り返った あそれを見て俺らはようやくやばいと確信。その雲には人間の頭がついていたのだ。今思い起こした感じだと中年の女性の顔だったと思う。ロングヘアの縮れ紙に歯茎剥き出しの前歯。そんな顔でニタニタしながらこっちを見ている。発狂しながら逃げる俺と佐々木。 だがクモはカサ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 ーという独特のキモい動きですぐさま俺と佐々木を捕まえたクモは捕まえた俺らにニタニタしながら「ねえかいとつぶやく「俺はもう何が何やらで混乱して泣きじゃくってた。 一定の感覚で、ね、がい。しかつぶやかない雲に、佐々木は泣き叫びながらぶち切れた。願いってなんだよお願い事言えばいいのかよなら俺を甲子園に行かせて野球選手にしてみなよ化け物今思えば完全にやけになっていたと思う。だが、 奇跡が起きた。雲が佐々木をパッと話したのだ。まさか本当に願い事を言えばいいのかただ俺は泣きじゃくってうまく喋れない。すぐさま佐々木は叫んだ。あいけ、俊介何でもいい願い事を叫べ俺は泣きじゃくりながら言葉を絞り出した。 家族仲いい人生を過ごしたいですすぐさま俺も話された。雲は俺らを話して、ねえ、がい、とつぶやきながら、カサ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 ーと校舎の方へ姿を消した。俺と佐々木は、 唖然としたままそこから動けなかった。しばらくして佐々木がゆっくりと立ち上がり、鍵を探し出したので俺も黙って手伝った。そして鍵はすぐ見つかった。逃げるように学校を出た帰り道、佐々木は俺に今日のことは思い出したくもないから誰にも言わないようにしようということを俺に提案した。当然賛成だ。 その件以来、俺たちは学校でもそれなりに話すようになった。あの話は一言も出さなかったけど。結局、佐々木は卒業と同時に俺と別の中学校に行ったため、交友うう関係は途絶えた。ただ、俺は一方的に佐々木の動向を知っている。なぜならば、 やつはその後本当に甲子園に行ってプロに入ったからだそして俺の方だがあの事件の後家庭に変化が起こった単身赴任の父親がこっちの会社への移動が決まって帰ってきて母親の仕事の負担が減ったのだ二人ともなんでそうなったか理由がわからなかったらしいものの とににももかくにもそれ以降俺には家族団らんの時間が増えたただ20代になって一人暮らししてる最近両親の元への里帰りをサボってしまっている先日母親からの LINE に「仕事だから帰るのは無理」と返信しようとした外から尋常じゃない音でカサ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 ーと聞こえてきた。 俺はその分をすべて消して近いうちに帰ると返信今月中に久々の里帰りが決定した佐々木のやつは20代半ばになった現在一軍で結果を残せずに苦しんでいるもしやつが練習をサボっているならばあのカサ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 という音が聞こえてきていることだろう ただそんなことはないと信じているあれだけ野球が好きだったやつだからたとえ結果が伴わなくとも努力はしているだろうあのクモに殺されることのないように佐々木には精一杯やってほしい「手すり女」 俺が通ってた小学校は歴史が古い学校だった。現在高校生の俺がその小学校に在学してた頃にはもう開校110年はとっくに過ぎてて数え間違いがなかったら今年で126周年を迎えるはずだ。そんな古い学校にも他の学校に漏れず学校の七星木はちゃんとあった。 音楽室の笑うベートーベンや理科室の走る人体模型などなどテンプレートに沿った面々が登場する中で我が校のオリジナリティというか他の学校にない異彩を放つ話が手すり女という話だった噂の内容はこうだうちの学校には今はもう使用禁止になっている外階段というものがある 読んで字のままの外に面した階段でコンクリートの粗末な階段で背丈の低い粗末な手すりがついてる元は地震や火事が起きたときに避難用に使われてた階段だったが子供が滑って落下すると危ないという意見が寄せられ校舎の内部に別の避難階段が作られてからというもの本当に存在意義をなくし今では誰も使おうとしない。 昔々のまだ校舎が木造だった頃その外階段というのは自由に開放されてて生徒も小校に利用してたというあるところにクラスでひどいいじめに遭っている女の子がいたその子は休み時間中クラスにいることがつらくていつもその外階段の手すりにもたれて外の景色ばかり見てたという その頃後校舎は相当型が来ていて木造だったためもろくよく器物が破損することもあったある日いつもと同じように外階段に訪れた少女は手すりが腐っているのに気付かずに寄りかかってしまったというガクンと前のめりになる感覚を感じた瞬間校舎の4階から少女の体は宙に投げ出されていた 突然訪れた浮遊感に驚いた頃にはもう少女の体は地面に叩きつけられてたという即死だった血濡れになりながら少女は死んだのだそれからというものその外階段には血まみれのその少女の霊が出現し外階段に近づく者を突き落としてしまうというそして 落とされたものは新たな手すり女として死んでもそこに縛られてしまうらしいそんな噂を聞いたのは俺が小学校3年生の時のことだ楽器のくせに冷めてた俺はそんなことをみじんも信じていなかったがその後しばらくして説明のつかない現象に遭うことになる以下 俺が小学校3年生の時の話だそれでねその血まみれの手すり女は外階段に来た人を突き落として殺しちゃうんだって今日もクラスはその話題で持ちきりだった校舎の裏にある外階段に現れるという手すり女の噂。 この学校の七不思議の一つでもあるその話は人体模型やモナリザの絵といったいわゆるよくある話とは違いうちの学校にしかないその噂は七不思議の中では皆の人気も高いだが俺と俺と仲のいい一部のグループはそんな噂ちっとも信じていなかったそれもそのはずその外階段という場所は俺たちのいい遊び場だったからだ 外階段は生徒立ち入り禁止の張り紙が貼ってあるだけで実際には鍵付きのドアが一枚あるだけ内側から鍵を外せば簡単に侵入することができたのだ校舎の裏という場所とその手すり女の噂わさもあって外階段には全く人が現れなかった教職員が見張りに来ているわけでもなく そこは俺の仲間うちのグループには願ってもない秘密基地だったんだ休み時間になると俺は友達を連れ立って外階段で遊んでたそんなことが毎日続いているのに手すり女はみじんも影を表さないしもともと幽霊否定派が多かった俺たちは怖がる女子たちを完全に馬鹿にしていたというわけだその日の放課後も 俺たちは外階段に集まりくだらない話に花を咲かせてた俺たちが話をするのは決まって4階の踊り場だった俺たちのクラスは3階にあるので3階から外階段に侵入しわざわざ1階分上がった場所であるそうする理由というのはただ単に景色がきれいだったからというのしか見当たらないが なぜか初めて来た時からそうなっていた今思うとその時から俺たちを引き寄せる何かがあったのかもしれない雑談に花を咲かせていた俺たちだったが一人また一人と友達が帰っていきついには俺と二人きりになった最後の一人までが帰ると言い出した気付けばもう 空全体が濃い茜色に染まってた見下ろす学校の前の道の街灯も点灯し始めている俺は一人になってもその場所で時間を潰してた明るいうちに帰るのはなぜか損をしている気分になったからだせめてもうちょっと暗くなってから帰ろう そう思って俺は夕焼けの空の下町の風景を眺めていた学校からいつも聞こえてた喧騒は全くなくなっていたどの教室の電気も消え聞こえるのは時々近くを通る車のエンジン音のみだからというか静寂の中俺は不意に手すり女の話を思い出してしまっていた その少女は噂の通りだったとしたら死んだその瞬間までここにいたはずだ4階の踊りはここにいくら小学生といってもここから飛び降りたらどうなるかは想像がつく幽霊の類を信じないと言ってもやはり孤独になると不安感を覚えるもので俺はその少女の死体が叩きつけられたであろう地面へと 手すりから下を見下ろした。鳥肌が立った。下に少女が立っているのが見えた。赤い服を着た少女が一階からこちらを見上げる形で立っていたのだ。たまたま下校しないで残ってた生徒がたまたま人の全く通らない校舎裏に現れて たまたま俺を見上げていたという可能性も否定できないわけではなかった。しかし、校舎に残っている生徒は皆無に近く、こんな時間に校舎裏に訪れる生徒も皆無に近い。いたとしても、たまたまこちらを見上げている人間がいる確率も皆無に近い。それに、俺の中の何かがつけていたように思う。あれは違うと。 俺は弾かれたようにドアへ飛びつきノブをかき回したしかしドアは開かないそうだここは4階鍵を外して侵入したのは3階のドアなのだ下に降りようとして思わず尻込んだもしもあの女が手すり女が登ってきていたらどうする鉢合わせするのではないか あの赤い服の少女が、いや、きっと赤い服は、元は赤くなかったのかもしれない。血まみれの手すり女は、外階段に来た人を突き落として殺しちゃうんだって。怖い、怖いがここで固まっているわけにもいかない。そう思い、俺は震える足を何とか動かしながら階段を下った。 3階の踊り場はがらんと静まり返っていた2階へ続く階段を見ても誰かが上ってくる気配はない俺は胸を撫で下ろして3階のドアのノブを握ったその時だった人間には周辺視野というものがあるある一点を凝視しててもその周囲もなんとなく見えるというあれだ ドアのを見ていた俺のの視界の隅。階段を挟んだすぐ隣に人がいた赤い服を着た人影だった前に見た時は確かに誰も登ってくる気配はなかったはずなのだ霞か何かのように人影はそこに存在してた ノブを握ったまま動けない俺目の焦点が合っているのはドアノブだが本当に見ているのはその人影の方だ人影は動かない俺の方に体を向けたまま動きを止めている長い間俺は動けずにいたがある瞬間意を決してドアを開け一目散に逃げ出した 次の日俺はそのことを友達グループに話したが全く信じてくれずその後も何回か外階段を訪れたがその少女に会うこともなかったあれが本当に手すり女だったとしたらなぜ俺を突き落とそうとしなかったんだろうか俺は子供心にこう思っていた 手すり女に突き落とされ殺された者は次の手すり女になってしまうそうだそうだったとしたら手すり女が突き落とす対象は噂のタイトルが手すり女である以上女性でなければならなかったんではないかということだその小学校で生徒が死亡したという話は聞かない もしそうだったとしてそして俺があの日見た少女が本当に手すり女だったとしたら彼女は今も高校2年の夏の話。 もう10年以上前の高校2年の夏の話です。部活の夏休みの合宿で学校の敷地内にある宿泊施設に泊まった。その宿泊施設はまだ立って6年ぐらいの新しい2階建てのきれいな建物でした。しかし、女子のお風呂場に男の霊が出るとかの噂は入学当時からあったまた。 新しい学校だったが、階段の踊り場の上に霊が浮いているだとか、視聴覚室の机の上に生首が現れるとか、まあ多幸並みに霊の噂はあった。昼間の練習を終え、夜は夏の合宿ではお決まりの階段話で盛り上がった。すでに三年の先輩は引退していたが、 卒業した OB や3年の先輩たちも合宿に遊びに来て別室でささやかな宴会をしてた30条の大広間には俺たち2年と1年だけだった順番に怖い話をしていったがだんだんとネタも尽きた頃に1年の矢島にマジに怖い話しろとか先輩の俺らは迫った 矢島のいとこは俺の同級生で霊感が強くて知られてたそのいとこなら霊感があるだろうと勝手に解釈していた矢島は先輩の俺らに迫られては断れなかったんだろう淡々と話し出したまず矢島は「うちのおばあちゃんは霊感が強い」そして「実は多少自分も霊感がある」 いとこのお姉ちゃんよりも自分のが霊感が強いそう断りから入り階段を話し出した俺ら全員は矢島の話に夢中になった身近な実体験談はリアリティが満点でとても興味を引いたもう夜中も一時を回った頃だろうか矢島の話もネタが尽きた頃に 最後に締めとして、矢島のしている中で一番怖い話をしろ、と俺は言った。矢島は顔を曇らせながら、一番怖い話は話せません。すいません、と、下を向いた。俺たちは、なんだ、とっておきがあるんじゃん、とか言って話すように催促。いや、命令した。 これが間違いだった矢島は「どうなっても知りませんよ」と言いゆっくりと話し出した俺ら全員はその話に物音一つも立てず食いるように聞き入った話の内容はありふれた階段内容だったしかしその話は進むにつれ 真夏の部屋はエアコンもないのに、氷の中にいるように冷えているように感じた。その変化はその場の全員に分かったらしい。そして鳥肌が引かない。話も終わりに近づき矢島にも変化が現れた。矢島は目に涙を浮かべガタガタ震え出し、唇も震えていた。 話が終わっても盛り上がることもなくみんな黙っていた部屋を包む空気がそうさせているように矢島は下を向き涙をボロボロ流してガクガク震えているそんな矢島がボソッと口を開いた今近くに来ているいや 取りつかれたかも。俺らはあまりの恐怖で切れ出した。しかし先輩の言うことを聞けないくらい矢島はマジだった。するといきなり矢島は立ち上がり走り出して部屋から出て行った。後を追うと屋上的役割の広めのベランダで OB の先輩に捕まってた。OB の先輩は、どうしたんだ、この子。 今飛び降りようとしたぞと言ってきた矢島は少し冷静さを取り戻し「すいません」と言って部屋に戻っていった矢島はこう言い出した「結構力の強い霊が2体は来てる。 一体だったらあそこまでは体は操られないはずだし、それを聞いて周りはさらに恐怖でパニックになっていた。寒い室温もさらに冷たくなり、頭が重くなり、鳥肌も消えない。恐怖で気が狂いそうな勢いの中、みんなで矢島を囲み、密集し、矢島がさっき見たく連れて行かれないようにガードした。 話をさせた責任もあるし。そんな中、俺は部屋の大きな窓の左上の異変に気がついてしまった。俺は、あ、あれ、あそこ、窓に、と言いかけた時に、矢島は、そ、そこにいるよ、左上に、と続いた。 そこの部分だけなぜか黒く雲や影がかかったようになり窓の外が見えづらいそして息苦しい圧迫感を感じるそれが見えるのは矢島と俺とあともう一人の同級生だけだったそうして10分か20分が過ぎた頃窓の影が薄くなりスーッと消えていくのが分かった俺は「あ消える消える」消える とつぶやいたすると矢島は「ああ、はあ、今行きました」と疲れた表情と命拾いした安堵の表情とが混じっていたのを今でもよく覚えているそして矢島の涙や震えは収まりみんなの鳥肌も消え 何より部屋の温度がまたもやっとするくらい熱くなったのを全員が感じた瞬間だったあの件以来空気の何かの変わりようには敏感になりました温度というか気圧が変わる感じですちなみに問題を引き起こした元の話をその後も誰かに言ったり言おうとすると必ず鳥肌がものすごく立ちます そして頭が重くなり目の奥が痛くなりますでも今のところ何か悪いことが起きたとかはないと思います多分それでは矢島が話した問題の話を言います去年の夏の夜に友達の家で霊感の強い友達4人で百物語やこっくりさんをやった こた達を四人で囲み、何時間も霊関係の話題が尽きない夜だった。夜中の二時を過ぎようとしている時に、四人の中で一番霊感の強い奴が戦争での兵隊さんの怖い話をしてた。内容は今でも霊となってある公園に舞台を張っていて、夜な夜な侵入者を威嚇するという内容だった。 そして、その時、部屋の外に異変を感じた。四人全員が無意識に、誰が話したでもなく窓に視線が向いてた。霊感が一番強い奴以外は、何かがいるのは感じられるが、それを形として見ることはできなかった。そして、一番霊感の強い奴がこう言い出した。今、 部屋の外にゾロゾロと集まってきてるね。あ、一人、部屋に入ってきちゃった。窓の前にいるよ。みんな、見えるみんなは見えないと答えると。じゃあみんな、俺の目を見てごらん。 窓から視線を移し、みんなで霊感の一番強い奴の瞳を覗き込んだ。そう、彼だけは霊の姿がはっきり見えている。すると、そこには血だらけの兵隊が敬礼をしているのが逆さまに映っていた。以上、霊を合宿所に呼び寄せた矢島の話の内容でした。 作った七不思議これは私が小学生の時の話です当時はいわゆる学校の階段がブームになった時期で七不思議といった怖い話が非常に盛んな時期でした子供だった私たちは自分たちの学校に七不思議がないのはつまらないから七不思議を作ろうと考え 仲のいい友達6人で休み時間になると校内探検に出かけ立てつけの悪いドアを見つけてはいじめて死んだ男の子奇妙なシミがあれば幽霊行き詰まると深夜の2時にといった方法で次々とでっち上げの七不思議を作っていきましたそんな中で自分たちの傑作が放課後に体育館から聞こえてくる トン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 という金槌で何かを叩くような音でした。これを私たちは体育館の建設中に死んだ作業員として実際に確かめられる何な,な不思議としてスパイスしたった一つの真実だけであたかも他の全ても正しいというような錯覚に陥らせることができました。 私の作った七不思議の噂は2週間ほどで学校の大部分に広まりました。しかし、ある日先生が朝のホームルーブでこんな警告をしました。この学校に七不思議なんてものはありません。誰かが作った性質の悪いいたずらです。最近七不思議を確かめようと遅くまで残る生徒も出ているようですが、 決してそんなことはしないように、見つけた生徒は厳しく注意します。しかし、私たちはそこであることに気がつきました。私たちが実際に確かめることができるような噂は、真っ赤な夕焼けの日に階段を落ちる生首と、例の体育館の話。この二つしかなかったのです。どちらも他愛のない話でしたし、 別に危険な場所でもありません。今考えてみれば放課後に遅くまで残ることを危惧しただけと考えたのでしょうが私たちはそれをきっとどちらかが本当のことでそれがバレてしまってはまずいからだと思い込みむしろ確かめてやろうと思いましたまず私たちも実際に聞いている体育館を調べようと決めました 音はいつも聞こえるわけではなく、週に一度か二度、全く聞こえない時もありました。そこで私たちは、放課後サッカーやバスケットに興じながら、ひそかに耳を澄ませ、その機会を伺いました。それは意外にも早く、調査開始から4日目。トン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 と、あの音が聞こえてきます。 私たちは興奮しながらも、一度校門から外に出て、裏のフェンスの間からまた学校に忍び込み、体育館に向かいました。幸いにも鍵はかかっておらず、重い扉を横に押しやり、まんまと中に侵入することができました。トントン、トントン。果たして、この音はどこから聞こえてくるのか 道具入れトイレそれとない場所を探しますがどこも外れですステージとかその裏じゃねえのユウスケがそう提案しますえー、それはまずくないかステージに一般の生徒が上がることは普段滅多になく先生に見つかったら激しく怒られると思いました。 俺、放送委員だからよくあそこに行くよ。大丈夫大丈夫。もし見つかったら鉛筆落としたから探しに来たって言えばいいんだよ。結局彼に押された形で私たちはステージへと足を運びました。心なしか音が近くなっているように感じます。ほら、やっぱりこっちでいいんだよ。 得意げになる彼を見て少々イラつきながらカーテンの裏や放送室の周りを探ります。しかしなかなか見つかりません。そんな時でした。一人が上を見つめながら呆然としているのです。ああ上になんかあるの私たちは一斉に上を見つめ、そして戦慄しました。 ステージの上には2階からさらに上、2.5階とも言えるスペースになっています。そこには体育祭や卒業式などで使う用具など、今ではほとんど使わない類のものが置かれています。そこはちょうど板を貼り合わせたような床で、その間隔が広く、間に隙間があるため、下から覗くこともできますし、 逆にあちらから下を覗くとかなり怖い思いをしました。その場所で何かがいたのです。人でした。それは間違いありません。白い布をかぶった誰か。それは私たちを見ていました。人のような、人ではないような、そんな何か。 それが私たちをじっと見つめ、そして動き出しました。そう奥ではなく手前にそちらには降りるための階段が逃げよう。誰かが叫びます。私たちは雲の子を散らすように、うわーっと叫びながら、一目散に出口へと走りました。追ってきてるよ後ろから十一の声がしました。 急げ靴も履かずに渡り廊下を駆け抜け校舎に入ると私たちはすぐさま職員室に駆け込みました驚いたのは先生たちで6年生の問題児たちがドアを壊しそうな勢いでなだれ込んできて「体育館に幽霊がいた!」たのや「やばいよ先生やばいよ!」などと要領を得ない言葉で騒ぐのですからたまったものではありません。 男の先生たちが変質者か何かが紛れ込んだのかと職員室を出て行き私たちは女の先生たちに慰められながら先生たちが帰ってくるのを待っていました特に何もなかったのか先生たちが帰ってくると今度は責められる番でしたなんで体育館に行ったのか何を見たのかと質問され 学校の階段を調べに行ったことが分かり、強烈な一撃を食らってその日は返されました。翌日、放課後になって担任の先生から呼び出しを受け、私たちは図書準備室に集められ、そこでこんな話を聞かされました。体育館から聞こえてくるあの音の原因は、先生たちの間でもはっきりとは分かっていないそうです。 しかし、8年ほど前にこんなことがあったと教えてくれました。体育館の壁には収納式のボックスのようなものがあり、そこには式典などで使うパイプ椅子がしまってあります。8年前、あるクラスでいじめがあり、その中にいじめられっ子一人を閉じ込めて一晩放置した事件があったそうです。 夜になっても帰ってこない子供を心配し、ご両親から電話があった学校側はすぐに校内をくまなく探しました。しかし、どこにも見つかりません。生徒たちの中で知ってる者はいないかと、緊急連絡網を使って調べたところ、いじめっ子の一人が体育館のパイプ椅子入れに閉じ込めたことを白状しました。体育館は一度調べてあり、 いたら助けを呼ぶのではないかと思いつつも先生たちはもう一度体育館に行きその場所を調べましたするとそこにはその少年が小さく体を丸めて油汗で背中を濡らしながらガクガクと震えていたそうですその子はひどく何かに怯えていてそのショックで声が出せなくなっていたそうです はじめは暗い闇の中に何時間も閉じ込められていたことが原因だと思ったそうですが、その子の話を聞くと、体育館に誰かいて何かを叩いている。そして笑ってた。もし自分が少しでも声を出したらきっと自分もそうなると思った。そんなことを筆談で伝えたそうです。しかし、 夜の学校に何者かが侵入したとしたら警備会社に連絡が行くはずですですが機械の故障も何もなく警備会社からの答えはその子の聞き違いか何かということでした君たちが見たのはそれかもしれない先生もそんなことを言うのは馬鹿げているとは思うけど先生は君たちの言うことも信じてる だからこそ、このことも、それから七不思議のことも言わないでほしいの。それからというもの、火付け役だった私たちが一切七不思議のことを口にしなくなったせいか、噂は自然と消えていった。体育館に住んでいるあの霊は一体何だったのか。あそこで何をしていたのか。 私にはもうわからないし知ろうという気もないただあのあと教えてもらったんだが純一がこんな声を聞いたらしい「あなたも?」それにどんな意味があるのかそれは私たちの誰一人としてわかるものはいませんでした。 旧校舎の肝試し死ぬほど洒落にならない怖い話ではないですが私が高校の時に実際に体験した話をしたいと思います場所は中国地方の中心とだけ言っておきますそこは今は新しい校舎ができ 現在はもしかしたら取り壊されてるかもしれない某高校の休校者であった話です。あれは私が高校1年の夏休みです。当時バレー部に所属していたのですがまあどこの高校でもあるように1週間学校で夏休み学宿をしていました。昼はもちろん夜も21時くらいまで練習を行い その後はミーティングなどをして23時には部員全員が床に着きますでもまだ10代で体力もあり余っており就寝時間で寝る部員は一人もいませんでしたそこで一つ上の先輩が肝試してもするかと言い出しました最初に説明すればよかったんですがそこの高校は 現在の校舎を A としたら、私が高校当時使用していた校舎を B、また、さらに古い校舎が B の敷地内にあり、それを C とします。で、その C 校舎というのが結構いわくつきらしく、どうも戦時中に野戦病院として使われていたところらしいのです。で、代々先輩から受け継がれてきた話によると、 夏の夜にその C 校舎へ入るといわゆるフラッシュバックみたいな感じでその戦時中の風景が現れるとのことですそんなことあるわけないじゃんと皆言いながらも結局その肝試しに参加したのは私を含めて6人でしたそして例の C 校舎の入り口まで来てじゃあ2人組になって順番に入ろう ということになりました私はもう一人の部員と組み運悪く一番最初に C 校舎に入ることになってしまいましたもともと1階部分はその当時も汚い食堂として使用されていたので校舎の中にはすんなりと入ることができたんですが本当にヤバいのは2階らしいんですしかしその2階へ上がる階段がどこにあるのか 実は誰も知っておらずまずは2階への階段探しから始めなければいけませんでした昼は食堂として使用されていてももちろん夜になると中は真っ暗です懐中電灯も何も持っておらず外からわずかに入ってくる街灯の明かりだけが頼りでした10分から15分ほど食堂内を探索しても 全く階段らしきものは見つからずもう一人のやつと諦めて一旦外に出ようかと話をしていた瞬間「出るな」という男のはっきりとした声が聞こえました「えー?」と二人でお互いの顔を見て「聞こえた聞こえた?えた」と震えた声で言葉を交わし多分外にいる先輩たちだろう と無理やり納得させようとしましたが残念ながら残りの4人は遠く離れた B 校舎の前で待機しているためその可能性はゼロですもう2人ともションベを漏らすほど震えてしまい走って逃げたかったのですがなぜか逃げる気にはなりませんでしたおそらく5分ほどしか経っていなかったと思いますがとりあえず落ち着きを取り戻し とりあえず一旦外に出ようとしたところ、急にもう一人が厨房の中に何かがいると言い出しました。ただ、怖いという感じはしないから大丈夫と言われ、私もその言葉に安心したのか、せっかくだから行こうと言われ、後の4人に馬鹿にされるのも悔しい気持ちもあり、厨房の中へ行こうと決心しました。 もともと私は霊感がなかったので雰囲気は怖いながらも何の気配も感じずもう一人の後ろをついて歩きましたそして厨房の奥へ入っていくとなんと2階への階段を見つけました今考えるとあまりにも不自然な場所に階段があり その階段の存在自体を生徒にはバレないように隠していたのかもしれませんそして怖いながらも好奇心の方が勝ってしまい2階へ吸い寄せられるように2人とも無言で上がっていきました2階へ上がった瞬間上がってきたことを2人とも後悔しました 感ゼロの私でもはっきりと感じる何十何百もの得体の知れぬ気配がそこには間違いなくありました2人ともこれは本当にやばいことになってしまったと頭で感じていたと思いますもう無我夢中で逃げようとしたその瞬間金縛りにあった感じで全く身動きが取れなくなってしまいましたそして次の瞬間 またさっき聞いた声で「出るなぁ」と聞こえてきました動けない体のまま二人とも顔を見合わせうなずきましたそして次の瞬間外が急に明るくなりました外で花火と最初は思いましたがその程度の明るさではありません 昼に戻っったたかののような明るさだを覚えていますすぐに体も動くようになり恐る恐る外を見ると遥か向こうで「ドド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 ドトという地響きのような音が鳴り響きそして鼻をつく悪臭とともに校舎の外にも何百という気配をはっきりと感じることができました。これが、 代々受け継がれてきた戦時中の風景が現れるというやつかなんて冷静に考えていましたが不思議と怖いという感覚はその時はなくなっていましたそして気付いた時には外はまた元の真っ暗な街灯だけの明るさに戻っており悪臭も全くなくなっていましたその後は 不思議とさっきまで感じていた得体の知らない気配は消えまたそれまでの恐怖心も全くなくなりでも二人とも何か夢の中にいるような何とも言えないふわふわな感覚で C 校舎の外へ出ましたそして無言で4人の待つ B 校舎へ戻ったのですがそこで先輩から お前ら戻ってくるの早すぎだろう」と言われました「いやいや最低でも30分近くは経ってるし」と思いながらふと校舎の時計を見ると C 校舎へ入った時間からまだ5分も経っていませんでした2人とも4人から笑われてしまいましたがそんなことはどうでもよく。 ただただ何とも言えない感覚のまま言葉を交わすこともなく先に布団のある教室へ戻りましたその後残りの4人も飼育校舎へ入ったらしいのですが特に何もなかったらしくその肝試しの話題も特になく私たち2人が合宿の間ずっとチキンと言われ続けてその夏合宿は終わりました この出来事は二人だけの間で収めておこうということになりましたが、どうしても誰かに話がしたく、後日、私は部活帰りに学校のすぐ外にある駄菓子屋で、そこの店主であるおばあちゃんに出来事を全部話しました。すると、いつもは笑顔のおばあちゃんが、急にボロボロと涙を流し出し、旦那さんが戦争で亡くなったこと、 自分はその C 校舎が元病院だった頃に看護婦として派遣されていたことを聞きましたそして毎年盆近くになると旦那さんが帰ってくるらしいのですがその前にも必ずものすごい悪臭が漂ってくるらしいですそして「なぜボロボロの校舎を取り壊さないんだろうね」と聞いてみましたがあそこを壊したら 怪我した患者さんの収容場所に困るし、旦那も帰ってこれなくなるから困るとだけ言われました。おばあちゃんにとっては結構大切な場所なんだなと、ちょっと切ない気持ちになったのを覚えています。これまでの人生でたった一度の怖い経験でした。そして今思い返せば、あの地響きのような音は もしかしたら原爆が投下された時の音で「デルナ」の声は外に出たら危ないと警告してくれた声だったのかもしれません。今となってはその当時の記憶も曖昧ですがあのツーンと鼻をつく悪臭とあの時聞こえた「デルナ」の声だけは今でもはっきりと脳裏に残っています。 そしてこのゴールデンウィークに地元に帰った時例の駄菓子屋に寄りましたがすでに亡くなっていました飼育者も確認すればよかったんですがなんとなくその気になれずその場を後にしましたジンクス 私の通っている大学で体験した恐ろしい話です。ある時、学内にあるリフレッシュスペースという休憩室のような部屋で、私は友人とともに提出期限が明日に迫っているレポートを必死で書いていました。しかし、予想以上に手こずってしまい、気がつけばすっかり日は暮れて、リフレッシュスペースには私と友人しか残っていませんでした。 二人で雑談を楽しんでいるうちによくあるパターンで雑談はいつの間にか恋愛話になっていたのですが友人が突然こんなことを言い出しました先輩が教えてくれたんだけど誰でも恋愛が必ず成功するジンクスがあるんだってジンクスという単語はマイナスの意味で使われる方が多いんじゃないかという疑問はありましたが 侮辱ながら誰でも恋愛が成就するという内容に興味を惹かれ友人の話に聞き入っていました7号館の近くにある表現棟って知ってる体操部が活動しているところなんだけどあそこにある人体模型に願い事をすればいいんだってさ学校にまつわる噂話はいろいろと聞いていましたが その話は初耳でした。人体模型なんかに神頼みするような真似をするのは想像するだけで滑稽でしたがその場の雰囲気もあって友人と表現灯に行ってみることになったのです。表現灯は学内のどの建築物よりも古めかしく地震が起きたら簡単に崩れてしまいそうな感じでした。 友人の方を見ると先ほどの恋愛話でのテンションの高さが嘘だったかのように黙り込み表現灯の2階にある部屋をじっと見つめていましたさすがに気味が悪くなってきたんですが友人は「行こう」というなり表現灯にスタスタと入っていきましたしかし私はその時の友人の後ろ姿を見て とても不気味な感じがしましたすでに階段を上り始めていた友人に「怖いからやっぱり帰る」と告げると友人は「分かったじゃあね」とだけ返事をしてさっさと上がってしまいました私は外で待っていようかとも思いましたがそこにいるだけでも嫌で仕方なかったので友人に「 リフレッシュスペースで待ってるという胸のメールをしました30分ほど友人が戻ってくるのを待っていましたがなかなか来ません友人は多少ルーズな面もあるのですが表現と出て違うところに行っているのかもしれないと思い今どことメールをしてみましたするとすぐに返信が来ました 全然ダメみたい説得できなくてあんたも早く来て手伝ってよ分威がつかめない内容でした肝心な場所についての答えがありません私はそのおかしなメールが怖くなってすぐに戻ってきてリフレッシュスペースにいるからと友人にメールしました すると変身がすぐには戻れないよ説得に時間がかかるから表現灯の2階だから早く来てよ恐ろしくて体が震えてきました話は通じているけど明らかに言ってることがおかしい冗談で私を怖がらせようとしているのかと疑いましたが 文面にはいつものふざけた感じが全くなく、サークルや仕事での事務的なメールを受信した時と似ていました。友人は人体模型を説得するのに手こずっているから私の手を借りたいと言っているのだろうか。私は、もう帰らなきゃいけないから、ごめんね、また明日とメールを送り、 それ以上は深く考えないようにしました。その後、友人からメールは来ませんでしたが、翌日、学校に行くと、友人はいつも出席している一コマの講義にいませんでした。心配した私は友人の携帯に、大丈夫昨日、あの後で何かあったのとメールを送りました。 返信はすぐに来ましたちょっと体調崩して家で寝てるだけだから平気だよ気遣ってくれてありがとう普通の反応に安心しましたが立て続けに友人から2通目のメールが来ましたそのメールを見て私は友人に返す言葉が見当たりませんでした 実は今朝彼氏が自殺したんだ。今も警察とかいろいろ大変みたい。意味わかるよね。説得できたんだよ。すごいでしょ私自身が怖いくらいだもん。それ以来、友人とは一度も関わりを持たないようにしています。 おごめご様おごめご様というのがいるといとこから聞いたなんでも小学校に出るらしいその小学校には俺も通ったんだが休館と新館に分かれているその二つの塔をつなぐ渡り廊下の側 植え込みの陰に隠れるようにポコンとした岩が置いてあった。一抱えもある黒っぽくて丸っこい何の変哲もない岩だ。俺がいた頃はおせきだという噂があって誰も触ろうとしなかった。六年生の誰それが肝試しでその岩を蹴っ飛ばしたが 交通事故に遭って目が見えなくなったとか、昔2階の廊下から落ちたやつがこの石で頭を割ったとか、岩の下には子供が埋まってるとか、まことしやかにささやかれていたものだった。どうやらその岩が新たな変化を遂げたらしい。 このゴールデンウィークにお茶工場をしている祖母を手伝いに田舎に帰った時のことだ。いとこが目を輝かせ内緒話をするように俺に話しかけてきた。おごめご様ってお兄ちゃん知ってるいや、知らん。何するといとこはあからさまに落胆した顔をした。 よく聞いてみると学校におごめご様が出るクラスでおごめご様はいい神様か悪い神様かでも埋めて卒業生のお兄ちゃんなら知ってるだろうって思ってということらしいおごめご様なんて知らなかったので詳しく聞いてみるとどうやら俺たちが墓石だの何だのと言っていたあの岩のことらしい おごめご様はね、いい神様なんだよ。おごめご様にちゃんとお願いすると、何でも叶えてくれるんだって。ゆいちゃんとたえちゃんが試したってさ。いとこが一生懸命言う。ふう、あの恐ろしかった岩が今じゃ子供らの神様か、と、なんとなく懐かしいような気分になった。 へえ。で、ちゃんとって何あのね、おごめご様の前でね、呪文を唱えてね、おごめご様の頭と足をなでながら、お願いを言うの。それでまた呪文を言って、叶ったら自分の髪の毛をおごめご様の後ろに一本置くんだよ。 また、随分オカルティックな、呪文というのは、まずはじめに、カマカマカマ、おしまいに、コモコモコモ、だという。頭は岩のてっぺん、足というのは岩の下の方。これは絶対高学年のオカルトマニアか誰かが作ったな、と思いながら、ふと気になったことを聞いてみた。 で、お前はおめご様はいい神様だと思ってんの当たり前じゃん。お願い叶えてくれるんだよ。じゃあさ、悪い神様だって言う子たちは、なんで悪い神様だと思ってんだろうね。すると、いとこは思いっきり顔をしかめた。おごめ様が お化けだっていう子たちがいるんだよ。おごめご様が出たっていうの。どんなの渡り廊下の隅っこにね、白い子供が仰向けに寝てるんだって。大の字に広がってて、頭だけこっちを向いてて、それで、めごめご、おごおごって言うんだって。だから、 おごめご様なんだっていとこがへったくそな絵を描いてくれたんだがそれがまた何とも言えない怖さだったおごめご様は頭をこちら足を反対側に向けて寝転がっているその頭がこうクッと立てられているのだ首だけブリッジしたみたいな感じ 最近、おごめご様が出るからって、下の廊下通んない子もいるんだよ。どうやら、このおごめご様は、いい神様にしろ、悪い神様にしろ、相当学校ではやっているようだった。その場は、祖母からお呼びがか,かかってお開きになったんだが、面白くなったのはその後だ。結局、学生の気楽さで、 平日も自主休校して二日から六日までお茶の手伝いをし、明日は帰るかという五日の晩だった。いとこはもう寝ており、ばあちゃんと父、母、俺で夕食後にのんびり酒を飲みながら食べていた。大方はお茶の話で、今年は三月から冷えた日が続いたからいまいち葉っぱの出が悪かったとか、 この辺ももうお茶を継ぐ人がおらんで大変だとかそんな愚痴みたいな話をしていたんだがそのうちにふと思い出しておごめご様の話をしてみたそういやさきの学校でさなんか変な神様が流行ってんだっておごめご様とか言ってさすると ばあちゃんがぎょっとした顔をしたそれ本当かおごめごらしいよよくわかんないけど願いをかなえてくれるやらお化けやら諸説出てるってはあまさかユキは触っとらんだろうね ばあちゃんはなんだか本当に驚いたような顔をしている。父と母がキョトンとしているので、俺は二人におごめご様の説明をした。父は膝を叩たいたていった。ああ、知ってるぞそれ。俺の時は何だったかな。なんだか新館を建てる時に山を削ったら山の中にあの石があって、 邪魔だからって掘ってみたんだな。そしたら、下から壺に消し墨みだか骨だか入ったのが出てきて、こりゃなんだか曰くのあるもんだろうつって、お祓いして岩をあそこに動かしたとかなんとか、そんなんじゃなかったかな。初耳だった。墓石というのもまんざらがせではなかったらしい。 聞けば、俺たちが噂していた二階から落っこちた奴は、親父の四つ上の男子だという。窓の側でふざけていて、身を乗り出しすぎて落ちたらしい。確かにあの岩に頭をぶつけて危なかったが、死んではいないという。ばあさんも知ってるのか、あれ。子供だけの噂だと思ってたわ。 するとばあちゃんはあきれた顔をした知ってるも何もあんたありゃあ鈴木んとこの問題鈴木ほらじいさんのはとこが後を取ってからすっかりつづぶれたろ山もうもう持ってられんくなったんだなちょうど学校を広げるっつうから県に売ったんだ 近所でも随分飛べたけが聞きゃしないほいで山潰して学校にしてすぐ鈴木の家屋敷も焼けちまったろうが鈴木というのはこの辺に多い苗字で今話題になってるのはうちの裏手の方山際の鈴木家だ小さい頃からあまりいい噂は聞かない家だった 焼けたという割には立派な家に住んでいるが、それまでまあ、映す時も大変だったよ。わざわざよそから拝む人連れてきてさ、だから触るなって言ったのにな。え、その山にあったのってなんかまずいもんだったのあまりにばあちゃんが嫌そうに言うので思わず尋ねると、 ばあちゃんは顔をしかめて言った。あれはさ、鈴木んとこで持ってったもんだで、なんでも子供の神様でさ、よくたたるんだな。母ちゃんによく言われたよ。鈴木の山にはいんなって。あれって、おごめごって言ってたの 昔から。おごめごったら、男の子と女の子のことだな。うちらはなんで呼んでたかなやっぱり、おごさまとか、おごめさまとか言ってたな。鈴木と仲いい家ってなかなかないだろう。立たられるからだろうって。 ここから先は学校の増築を推進してた地主の家の悪口やら山の値段が下がった話やらになった。以上で大体話はおしまい。もともと鈴木の家の神様だったのが学校の中に移って、しかも学校の階段になっているのが俺には面白く思えた。それにしても、親父の頃も俺の頃も、 おごさまなんて言わなかったのになんで今になってそんな名前が出てきたんだろうか神様の方は誰かの創作だとしてお化けの方のおごめごさまって誰か見た人がいるんだろうか。 雨の中の肝試し。俺の高校の頃の思い出。高校の裏手にあるグラウンドは雨が降るといつも水浸しだった。昔田んぼだったんだから無理もない。グラウンドの向こうはずっと田んぼで、ところどころ家が建っているのが見えるのどかな立地。 テニス部にいた俺はそのグラウンドで毎日楽しく練習していた。その日は梅雨で雨がしとしとと降っていた。当然グラウンドはびしゃびしゃのぐちゃぐちゃでどうしようもないから校舎の中を走る練習に切り替えられた。めんどいなあみんなこんな練習はつまらないと口々に言い始めた。 みんなテニスをすることが本当に好きなんだがうまくなるには手段を選ぶやつばかりだったので結局その練習は却下されテニスできないから今日は解散ということになった部長最高でも若いバカたちはこのまま帰るわけもない部室にこもってみんなでマーちゃんが始まった俺はマージャン下手だから漫画本を読みながら 隣の女子テニスのかわいい子のことを想像しながら一人静かに熱くなっていた。おい、肝試ししね。突然、おまるが変なことを言い出した。おまるは普段から変な遊びを提案しては、周りを面白がらせるやつで、結構面白かったし、何よりあだ名がおまるでいい感じだった。 いいじゃんやろうぜみんなバカだから提案に乗る。どこでやんだよ隣の女子の部屋に行ってくる。それ、肝試しじゃねえだろエロ試しだろという感じで、場所は学校から裏のグラウンドの外れにあるラグビーのゴール地点まで行って、テニスボールを一つずつ置いて戻ってくるってことになった。 電気もない梅雨の夕暮れはちょっとゾッとする。雨もシトシトじゃなくって、ややザーザーと本降りになりだしてる。女子も呼ぼうぜ。きっとこの雨でぶらつけるぜ。神山が馬鹿を披露する。ダメだよ。マネージャーがなんか文句言ってくるに決まってんだろ。って、却下。 じゃんけんのけっかおれは3ばんめ1ばんは小島、マ2ばんがあおやま4ばんおまる5ばんかみやまいよいよでっかけるさいになってなんだかみんなのかがくらくなったじっさいほんとにやるだんになるとこわいんだよね。 そんな暗い空気を破るように元気よく「じゃあ行ってくるぜ行く行く!」と小島が出て行った部長以下2年3年はもう帰る準備をしている「お前らも肝試しなんてほんとバカだな鍵なくすなよな」と言って部室のスペアキーを丸に渡した 雨がザーザー降る中時計は5時半を回った隣の女子も帰り出した他の部も体育館使ってるやつや文化系以外は大体帰り始めていた校舎の方から金管楽器の音が聞こえる「小島川とかに落ちてねえかな?」。 電信パシメに突っかえてるかもよ。またいな中のネタかよ、おまる。十五分も経っただろうか、小島が帰ってきた。小島、どうだった幽霊いたかうんこ踏んだか小島は、別に何もねえよ。 感想としてはやっぱグラウンドがぬるぬるしてるってだけだよな。なんだよ。もっと面白いこと言えよ。サうっせえな。じゃあ次のお前がやればいいだろう。この童貞が。うっせえ。全員童貞だろ。ここにいるのは。おめえもそうなくせに。などと、たわいのない結果に終わり、青山が次に出ていった。 そろそろ本格的に空が暗くなってきたあなんだよ小島さっきのおじさんなわけねえよな俺はなんかゾッとする発言だったのでなんだよさっきのってとすぐに聞き返した 携帯を見ると時計は6時を回ってた。青山はなかなか帰って来なかった。5時55分には出たと思ったのに、今はもう6時25分。行って帰ってくるだけでゆっくりでも15分しかかからないのに。小島、何なんだよ、おじさんって。おまるが聞く。 なんかなあれぼーっとしてたみたいだな田舎のおじさんにそっくりの人がグラウンドの隅っこの方にいたんだよ部屋の空気がなんとなく張り詰めた俺もこの時からすごく行きたくなくなってきていたのを覚えている得体の知れないおじさんが この強い雨の中、グラウンドに突っ立ってるってだけで十分怖い。そして、その話が済んでから今が6時25分。青山、やべえんじゃねえのみんなで行こうぜ。みんなでラケットを持って出かけた。みんな最初、 どうせ小島の見たんなんて目の錯覚だろなんて笑っていたが青山が帰ってこないのでどんどん暗くなってきたそのおじさんが変なおじさんだったらってか雨の中グラウンドだから絶対変なやつだやべえ青山やべえ物質の外に出ると思ってたよりも雨が強かった みんなな何も言わない手にラケットを持って半地下の部室から図書館と校舎の脇を抜けて弓道部の脇の裏のグラウンドへ降りる道へと向かう下至も近いっていうのに6時半ですごいくらい雲が分厚かったのかあの時正直怖い反面ワクワクもしていた。 この人数ならおじさん一人くらい楽勝。そういう気持ちもあったからだ。ただ、肝試しで始めたからというのもあり、なんとなく得体の知れない存在を見るのが恐怖だったんだと思う。校舎から裏のグラウンドに行くには一本の坑道を通る。弓道場からの短い坂道を過ぎ、用水路の橋を越えて道路を渡った時、 青山がグラウンドにいるのが見えた。用水路は学校の裏手を取り囲むように流れていて、魚もいるし、とてもきれいだ。でも、その日はすごく雨で濁っていた。青山はこっちに向かっているように見えた。周りにはおじさんもいないようだ。俺もみんなもほっとした。 オマルがグラウンドの金網のドアを開けて中に入ったみんなも続く「おい青山お前せえよ何やってんだよ1 5 0ルくらい先にいる青山に向かって俺らは叫んだ青山は答えない」 こっちに向かってくるなんか青山変じゃねグラウンドはぐちゃぐちゃで思うように足が進まないラグビー部のやつを今んだろうなグラウンド整備があって俺らってことはバレねえって余裕 おい青山突然青山が、ふだやだやだ,やだと叫び出した。まだ100メートルくらい先。みんな足を止めた。再び俺らに恐怖が戻ってきた。正直逃げ出したかった。 青山が泣いてあんな声出すのを初めて聞いたからだ。しかも誰に向かって叫んでるのかわかんないし、近くには何にもないように見えた。自然とみんな周りを見渡した。グラウンドの隅も見た。でもいない。誰もいない。青山の近くにもいない。青山は泣いてる。また、 と喋ってる俺は本当に逃げ出したかったおまるが「おい青山どうした?」と顔を真っ白にしながら叫んで走り出したのでみんなも置いてけぼりは嫌だから全力疾走して青山のもとへ向かった雨が激しいすごく暗い何時だったんだろう青山のところまで一気に近寄ってきて 俺らはぎょっとした。青山の足元の地面から手が出てるそれで青山の足がその手にしっかり握られているのだこっちに向かおうとしているようでなんだか様子が変だったのはこれだったのかみんな何も言えないこれ外してくれよ青山が泣いて俺に頼んだ 俺は離れてその足元の手をじっと見た。心臓が変だった。頭も痛い。なんか視界が狭い。マネキンマネキンの手。マネキンの手だった。でもなんでグラウンドの真ん中にこんなもんが突き出てんのマネキンの手だと分かっていても外すのは怖かった。 青山も肝試しでこういう目に遭わなかったらこんなにも取り乱さなかっただろうしかももう周りは真っ暗雨の中一人でグラウンドの真ん中でマネキンの手に足を握られ動けないでいるなんて怖すぎるがっちりと食い込んでいた手は5分かかってようやく外すことができた青山はボールをゴール地点に置いたら急になんだか怖くなってダッシュで帰ろうとしたら いきなり足を取られたんだそうだそれで足元を見たら人間の手相当ショックだったろうすぐにマネキンの手だと分かったものの10本ほどもがいていても動転していたせいか取れないきっとよっぽどダッシュって突っ込んだんだろうなそれでパニックになったそうだ変なおじさん見なかったか 小島が青山に聞く。わかんない。でも、もがいてるとききっと怖かったからだと思うけど、俺の方になんか来る足音が聞こえたよ。見たくなかったから目をつぶったけど、きっと気のせいだよ。青山はみんなと会って、やっと少し落ち着いたようで、恥ずかしそうにしゃべった。もう帰ろう。 小島が言った神山もおまるも俺もそして青山もうなずいたみんなでグラウンドを引っ返そうとした青山が何か聞いたっていうことに関しては誰も何も触れなかった触れる余裕なんてなかった怖くてしょうがない 雨は俺たちをズブズブのびしょびしょにしてた。なんでこんなことしちゃったのかな。肝試しなんてやめりゃよかった。そう思いながら青山を気遣ってみんな校舎の方を向いた。その時俺たちは聞いた。ザシ、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 ザシ。 ザシザシ,ザシこれは靴がドロドロの砂を歩く音だ誰かすぐ後ろにいる動けない誰も動けない <laughs> 俺らは絶叫した グラウンドは300メートルぐらいで端から端まで行ける。ちょうど真ん中にいたから金網のドアまでは150メートル。でもその時はすごく長かった。誰もいなかったのに、グラウンドの真ん中にいきなり来れるわけないのに、女の声だし、おじさんじゃないし、マネキンなんで埋まってるんだよ。なんで、誰もいなかったのに真ん中に来れるわけないのに、 女の声だし、おじさんじゃないし、みんなの、うわという叫び声が聞こえた。みんな怖くて叫びながら走ってるんだ。グラウンドから金網のドアをぶち開いた。その時はすでに学校の中に入るのも怖くて道路とグラウンドの真ん中で僕らは身動きが取れなくなってしまった。気がつくと、 雨は小降りになってきていたみんなぜいぜい息をしている真っ白な顔グラウンドの方を見るとやっぱり何にもない聞いた俺はおまるに聞いたうんおまるはうなずくみんなもお互いの顔を見回す みんなラケットを置いてきてしまっていた。神山だけは持っていた。ラケット、ずぶ濡れにしたら使い物にならなくなる。取りに行かなければいけない。グラウンドは真っ暗で、道路の街灯だけが僕らを照らしていた。小島の携帯を見せてもらうと、まだ一時前だった。 俺、取ってくるよ。俺は言った。かなり頑張った。きっとその一週間ぐらい前にアルマゲドンとか見たからこんな発言をしてしまったんだと思う。神山のラケットを借りてグラウンドに降りた。やっぱり何人もいない。いてもラケットでぶん殴ればいい。どうせ変なおじさんおばさんだろ。う。 五十メートルくらい行ったところで、もじゃもじゃしたものが雨に濡れて落ちてる。生首だった。怖かったがほっともした。だって、さっきの手はやっぱりマネキンだと確信できたから。マネキンが動いたんじゃないかと思えてきていた俺には、落ち着けるいい材料になった。 しかし、目を上げると、グラウンドの真ん中に人が立っていた。誰だ俺はとりあえず切れた。しかし人影は動かない。本当に呼吸もしてないんじゃないかってぐらい動かない。物みたいだ。マネキンが立った その人影には首がなかった。ラケットはマネキンの周りに散らばっている。逃げたい。視界がまた狭くなってきた。雨はやんだ。音がしなくなった。遠くの方で車の音が聞こえる。近くには民家の明かりもうっすらと見える。でも 目の前にはマネキンが立ったものがあるほとんど真っ暗だ後ろも振り向くのが怖い前にも進めないその時すぐ耳元で <laughs>「という声が聞こえた俺は後ろを振り向かずにラケットをぶん回した という音やぐ、えー、っという声が聞こえた同時にマネキンが前のめりに倒れた「ふわーと叫びながら俺はラケットを拾い集めてダッシュした何かに抱きつかれた目を開けてしまった目の前にマネキンの首があった顔の表情なんてない目がキラキラしていた髪の毛がずぶ濡れでドロドロだった 俺はマネキンに続きした。大丈夫かーおまるの声が聞こえた。生首は俺の背中にくっついた。走った。抱きついてくるものを見たくなかった。目をつぶって走った。背中に生首がガンガン当たる。いやーいやと俺はひどい泣き声でグラウンドから逃げ出した。 グラウンドを出てからみんなのところへ駆け込み何も言わずにみんなに抱きついた。抱きつかれるのも怖いらしくてみんなひいひい泣いてた。真っ暗な弓道場の坂道はよして正面から部室に戻ることにした。正面から部室に戻り泥のついたジャージを脱いで体を拭いた。みんな一言も言わない。 そのまま帰ることになった。部室の時計は7時45分くらいだった。皆、な一言も話さず、駅まで歩き、行き先の違う青山と小島、ま丸と別れて、神山と俺で帰った。神山は電車の中で、これ、秘密にしような、とだけ言った。 もうあれが何だったのかなんてどうでもよかった。最寄り駅で降りて神山と別れ、もうすっかり雨は止んでいて、アスファルトが濡れているだけだった。暗い道を歩いていると、どうしてもさっきのことが思い出される。あのマネキン、ついてきやしないかな。まさか来ないさ。 僕はとにかく家へ急いだ。何事もなく家にたどり着いてドアを開けるときに「フフフフと聞こえた気がした誰か後ろに来た気がつくと自分の部屋にいた朝になっていた 親父がドアの前で寝ている俺を見つけたらしい。別に怪我もなくただ寝ているだけだったからそのままベッドに寝かせたらしい。後日、ラグビー部のやつに聞いて分かったことだが、あそこのグラウンドの近くに芸術家が住んでいて、ちょっと頭がおかしくて、たびたびあのグラウンドにも勝手に入ってきてはおかしなことをするところが目撃されてたらしい。 人形を壊したたりり埋めたりするそうだ何で埋めるのかラグビー部の誰かが聞いたところ「埋まってるから」と言われたらしい何がと聞いても「埋まってるから」としか答えないのでそれ以上は聞かなかったらしい。 それからは俺の周りであの声を聞くこともなかったし、友達にも全然何も起こらず、無事に学校を卒業した。以上が俺が3年前に実際にあった出来事をできる限り思い出して話してみたものです。セリフは誰がどのセリフを言ったのか覚えているところだけは話しましたが、うろ覚えです。でも、あの声は誰のものだったのか、今でも謎です。 その芸術家のおじさんの声でしょうか。しかし、俺の家までついてきて脅かそうとするなんて、よっぽどラケットで殴ったことに腹が立ったんでしょうか。いずれにせよ、凝ったいたずらをされた気がします。グラウンドに伏せていて誰もいないように見せたんでしょうか。マネキンを立たせるのはどうやったのか。 マネキンの首だけ背中にくっついていたのもどうやったのか、俺らが異常に怖がりすぎたのか。いろいろな状況が重なって怖くなる環境が揃っていたとはいえ、未だにちょっと整理がつきません。でも確実に言えることは、家のドアの前にはぶっ倒れた俺と一緒にマネキンの黒髪もバサッと残してあった。 ということです